よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうして見ると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。ビル来た。でーけエアリスの救出に来たんだぞ。そっちはなんだ。あとで来そうだな。開かない。潜りメダル。完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだ。アバランチの本体、あるいは幽体だ。幽体とは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。ああ、そういえばアバランチの他の部隊は一回しか見てないな。一回見ていこう。しばらく音沙汰なし。この作戦は肉に来て、本物の恐怖ってやつを教えてやる。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。バーってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。ボムだって我慢する。眩しい。バレていない限り戦闘は避けれそうだ。普通に兵士がいるもんな。自販機だ。エーテルターボ。敵の弱点が分かった時の属性魔法超強力だから、エーテルターボはいくらあっても困んない。車が走ってる。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。バレット。せっかくアホな剣も
このまま通過できそうだったのに。あとこっちか。覚悟はいいな、ハノン。俺の見せ場だ。邪魔見やがれ。なんだ、そうした来ちゃったよ。おとなしくしろ。大歓迎だぜ。うまく立ち回れと言ったはずだ。不器用なもんだよ。暴れる気だ。だって記憶にねえな。リパあーもう何が何だか。ゲームの展開になってきたな。先を急ぐ。通用口が奥にあったはずだ。ドンパチやっちゃったよ。兵士たくさん来るよ。おい、どうなってる。本部と連絡が取れないらしい。おりゃ兵士も思いのほか強くなってんだ。痛い。止めた。余裕だ。とまだいる。バレット。サードだ。サードのその服ダサいな。真空波よし。ガンガンレベルアップ。この FF7 に登場する車ってなんだか妙にクラシックカーみたいな形状見た目ばっかりなんだよね。ゲート2、まだ兵士いたな。こんにちは。そのつもりもない。これだ。気負いすぎるな。おう、任せとけ。だからポーションなんて使いやがって、まあ、こっちはしょっちゅう使ってるけど。よいしょ。おっとまだいる。ガードハウンド、今さらガードハウンドなんてね。絵でもないけど体力多いな。おっと危ない。よし、あ、この体力回復便利だ。よくやった。次行くぜ。こっちか。立ているな。アイテムはない。よし、バレット押し切ろ。これはね、魔法やり合い。クラウドだな、使うなら。ああ、ソルジャーも来た。落ち着いていけ。頼られちゃうな。よし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 、アンガーマックス。頼らせてもらうぜ。ちょっとバレットが危ない。出番だよ。ここからだよ。よし。決めてやれ。覚悟はいいか。よし、いいぞ。こっからだぜ。邪魔見やがれ。アンガーマックス期待してるぜ。チャクラ使おう。痛い。ソルジャーサード魔法使ってきてんな。痛い痛い痛い。
ファースト。連携しよう。頑張る。頼りにしてる。引っ込んどけ。よし。早くここを離れる。ダンボールが。メガポーション。とこっちは入れない。あ、エスカレーター。これもう内部でしょ。おお。お邪魔します。誰もいない。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。明日以降で頼む。来たなあ。結構暗いな。そこにエレベーター2機あるし、しっかりと。受付がおしゃれすぎる。触らない方がいいよね。つ、生意気な。とにかく上へ向かおう。バレてるわけではないよね。え、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあんだろ。エレベーターに一票。なんか見覚えのあるトラックがある。あ、エスカレーター反対乗りできない。エスカレーターは動いてるんだ。おお、これは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 今度お世話になるか。あ、カフェテリア。オシャンティーすぎるだろう。こっちは？とりあえず触ってみるか。あー、カードキーってことはこっちも。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。ああ、照明。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。おお、照明を。というかあれ、せっかくシールド貼ってんのに上から入れちゃうという、なんというザルシールド。バレットが乗ったらぶっ壊れるわこのライト。お、あ、ティファ。おおおおおお、大
丈夫か？びっくりした。よろこしと。どうしよう、車に乗って突っ込んでみる。だから ギルか。ギルはもうすでに大量に持ってるんだよな。なんかこういう展示室って昔は上層階になかったっけ？下層階にも設置するようにした？どうしよう、どっか上登れないか。あ、車の上に乗れたけど、どうやって。あ、これ、あー、なるほど、こんなところにはしご。腕力勝負？やってみるしかない。こっちだ。懸垂で鍛えたんだから余裕でしょ。こっち。進めるかな。これちょっと見にくいんだよね。こっちか。頑張ろう。こっち。もうちょっとかな。あそこまで行けば。さっきからこの足場がね、見えていたから。行くことになるとは思ってたけど、こういうことか。こっちだ。あ、ここ降りれる。こっちか。よいしょ。というか受付もあんな無造作にカードキー放置していくか。あと少し。仕上げのジャンプ見ててね。ここからは一直線だ。見られてる気がする。そこ入ってどうやって出るんだ？カードキーで解除できる。勢いをつけて。勢いを。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃないか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。
エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。超高層ビル。何にも触ってないのに勝手に開くわけがないんだよな、セキュリティが。この辺のどっちを使ってもいいのかな。どうしよう。だけど階段を使うとなるとめちゃくちゃしんどかったはず。こっちは？階段だ。エレベーター使うか。あ、早っ。